チャンネルクララをご覧の皆さん、こんばんは。内藤陽介の世界を読む。今日はですね、世界で一番公正な選挙を行えたらしいんですけど、そうですね。そちらについての、はいはい、まあ、先生からのご意見をいただければと思います。一番ってことではないですけど、一番ではない。多分ね、全世界標準でいうと、まあ、こんなもんですよっていう。まあ、なるほど、はい、スタンダードな選挙、はい、そもそも選挙やらない国もいっぱいあるわけですし、確かにそうですね。一応選挙の体裁を取ったままどこまで骨抜きにできるかを挑戦したという。で、これはね、もっと本当にその骨抜きにするんだと、投票行かないやつはその反対性分子でその処分する、はい、北朝鮮みたいなところもありますから、100% 投票 100% 信任というスローガンで集まってますけど、はいはい、ということで、今日のお話はロシアの下院選挙です、はい、ロシアの話でございました、はい。ロシアの下院選挙が、行われましたと。で、一応その、9月の17日から19日まで3日間やりまして、はい、下院選挙と、あと一部のその州知事選挙ですね、うん、でこれが行われまして、ロシアの下院議員が定数450、はい、でこの収録している時現在集計中なんで、最終的な票は議席固まってないんですが、プーチン与党のその統一ロシアが一応300議席は確保したと。ってことは、3分の2ってことですね。3分の2ですね、はい、でこの3分の2を確保するかどうかというのが今回選挙の一つの争点になっていて、と、うん、いうのはこの3分の2というので、これが憲法改正ができるかできないかという権限がありますので、はい、3分の2持っていれば安定的にプーチンいつでも憲法好きなようにいじれると、うん、で実際去年憲法改正でプーチンが実は大統領選挙が2024年にあるんですけども、はい、それに今までの例だとプーチン出られなかったんですけど、うん、多選規定が廃止撤廃になりましたんで、うん、ここでその24年の選挙にプーチン出られるようになったと。あ、なるほど。ただ実際にそのプーチンが24年の選挙に出るのか、前回みたいにメドベージェフなりなんなりって代理人を立てて自分がバックに引っ込むのか、その辺はちょっとまだ不透明と言われてますが、ただ一応制度上はそのプーチンが出られると、うん、でその時にやはりその統一ロシアのオーナー社長としてですね、やっぱり、うん、勢いを持つためには今回の下院選挙はその前哨戦で3分の2は確保しなきゃいけないよねと、うん、いうことだったわけです。でただ改選前の議席が334あったんですけれども、うん、これよりは多分減らすだろう。ちょっと苦戦したってことですよね。ちょっと苦戦したんですが、はい、かなり巻き返したという見方ですね。なるほど。でちなみに17日から19日でが投票ですけど、その投票日前の16日のプーチン閣下はですね、うん、ロシアと国民の利益を実現するために強く権威ある議会が必要だとおっしゃったそうでございます、はい、うん、であと権威主に国会そうです、はい、権威がないと議会はダメだと、はいはい、まあそうかもしれない、うん、で、はい、あともう一つですね、この実は下院選挙と同時に州知事選挙がいくつか行われたんですが、そこで注目されたのがハバロフスクの州知事選挙で、はい、ハバロフスクの知事は実はセルゲイ・フルガルという前の州知事が、これがプーチンに対して批判的な人で、うん、プーチンからは反プーチン派と見なされた人なんですが、はい、この人が汚職を理由にその解任されたという話は、うん、多分この、クララでもご紹介したと思うんですが、はい、その後知事の臨時代行という形で下院議員のミハエル・デグシャレフという、これ自由民主党というのはロシアで、日本の西側のメディアでは極右と言われている政党ですが、はい、実際そこまで極右ということではないんですが、ただ右派民族主義的な政党の、うん、自由民主党のそのミハエル・デグシャレフというですね、うん、この下院議員がプーチン閣下からですね、はい、知事臨時代行に指名されていた、いわば現職の知事が、彼が 57% で当選したと、うん、なるほど。でこれで閣下は、とりあえず安心安心と、はい、いうことなわけですね。で一応その票の内訳なんですけれども、ロシアの制度というのは、これは小選挙区と比例代表 その並立制です、はい、で実際半分ずつなんですが、で小選挙区はやっぱりさすが圧倒的に強いですね。圧倒的っていうかすごくないですか、この225議席のうち200議席前後を獲得するというふうに見られていると、はい、野党はだから25議席ぐらいしか取ってないと思うんですよね。取ってない、はい、で比例代表に関して言うと統一ロシアが約 50%、はい、でその他にですね、実はロシアの場合統一ロシアと野党という言い方をするんですが、これがですね、はい、実はか日本でも昔与党という言い方、はい、与党と野党の中間で与党という言い方、はい、された存在がいましたけれども、はい、体制内野党という人たちがいるんですよ、うん、でこれがよく野党と言われているんですけれども、実は体制内野党で、そのプーチン閣下の権威に対しては挑戦しないと、はいはい、だその中でいろいろわわ騒いで自分たちの利権を、利益を最大化する、つまり確かな野党、確かなというか一応体制内野党という形で言ってるのが、はいはい、共産党が 19% ですね、はい、
それからまあさっき言った自由民主党が 7.5%、 それから左派の公正ロシアが 7.4%、 それからあの新党で新しい人々っていうのはこれができたんですが、まあ、これは多分いわゆる我々がイメージする野党だろうと。あ、そうなんですね。この人たちは真面目、真面目な野党で、はい、あのこれは 5.4% なんですね。もともと与党の統一ロシアにしてもプーチン閣下の政党という以外はですね、さまざまな利害がぶつかり合って、まあ、派閥で構成されてますんで、あのこれもどうなのってところはありますし、まあ、大勢の野党はあの是々非々で、まあ、与党を支持したり支持しなかったり、ただあくまでもその彼らは自分たちの党員と選挙区のための、まあ、圧力団体として活動していると。あ、是々非なんですね、大勢の野党は。なるほど。ただその是、はい、非のところでプーチンは非とは言わない。あ、なるほど、はい、触れちゃいけない。そう、触れちゃいけないと。バルデモードみたいな。そう存在。ボルデモード教徒って言ってはいかない。 あるいはその今、はい、鬼滅の刃の鬼仏寺さんみたいな感じ。そうですね、言ってはいけない。そういう感じってことですね。口からなんか出てきちゃうわけで。そう、口から出てきちゃうというまあ関係で、ただ、はい、そうは言っても中ではいろいろちょっと自分たちのところもあるんで、はい、これはちょっとその年金上げてくれとか、はい、税金安くまあ減少、まあ、そういうことは言うわけですよ、はい、で投票率がですね今回 52% で、これをどう見るかなんですけれども、うん、一応あのプーチン閣下としてはですね、まあ、この後話しますが、あの勝ちはもう決まってるんですよ。でただあの抵抗としてあの投票率が下がってしまうと、その投票しなかった人たちというのがこれがあの議席には反映されないとは言っても、うん、やっぱりプーチン体制に対する不満票のその意思の表情を表してになるんで、はいはい、これをどうするかというところで、これも結構あの尻を叩いたりなんかした結果ですね、前回があの 48% で過半数でしたんですが、うん、今回は 52% で超えたと、うん、いうことなんで、この点でも一応プーチン閣下あのご満足いただいた結果ではないかと。なるほど、まあ、でもあんま高くないんですねこれね、うんうん、だってもう決まってますからね。あ、まあそうっすよね、はい、これが北朝鮮だったら 100% 投票 100% 信任ですから、はい、決まってても行かないと不満分子ですけど、うん、一応あの、はい、行かない自由は保障されてるんです、ね、なるほど、はい。で、実はですね、この選挙前、プーチンは非常に危機感を持ってたと、うん、っていうのは一つは支持率が低迷し続けてたということなんです。つまりあの2014年にクリミア併合した時はプーチンの支持率 80% 超えてたんですけれども、うん、その後やっぱりあの西側の経済制裁その他でまあ経済低迷してきた、うん、それからまああの強権政治なんか不満もあったりして、はい、特にあの昨年なんかのナバリヌイ市の活動なんかもあったりなんかしたこともあって、そのプーチンの支持率がですねその後あの大体 60%、 それでも 60% あるんですが、うん、でまあ、あの推移してたと。ただそのプーチンにはその文句を言えないけれども、うん、与党の統一ロシアについてはその、まあ、あの文句を言う人はいっぱいいるわけですよ。なるほど。そうなってくると統一ロシアの支持率が前回 の、 あの選挙の時は 40% 超えてたんですが、それがだんだん 30% ぐらいまで落っこってきちゃったと、うん、でひどいと 20% ぐらいまで落っこっちゃって、で特にあの地方の市長選なんかではですね与党系候補が落っこっちゃったりすると。なるほど。で それはさ言ってみればあのこの2014年以降のことでいうと、例えばハバロスクなんか の、 そのフルガル前知事というのは、うん、あのやっぱり明らかにアンチプーチンと言いますか、うん、そういうような人が当選しちゃったりするというようなこともあったりしたんで、うん、もしかすると300割っちゃうかもねということを非常に危機感を持ってたわけですね、うん、とりあえずだからあれですよね、ロシア国民としてはプーチンは怖いから何か言えない、何も言えないんだけど、代わりに統一ロシア殴っとけって話、そういうことですね、ということですね、はい、で統一ロシア の、 そのそれぞれの議員をとりあえず殴っとけと、うん、いうことなわけです、はい、でそこでとにかく300はまあ確保して3分の2は確保しておかないといけないよねというのが、うん、そのプーチン閣下 の、 あの大命題ですから、うん、そうするとどうなるかと。でまずはですね、これやっぱりあの反政府勢力をこれ抑え込まなきゃいけないわけですね、うん、でそこでですねどうしたかというと、ロシアのやっぱり選挙についてはですね、候補者を擁立する、まあ、あの基本的には政党所属の人と無所属の人いるんですが、はい、まず政党に、ね、なり政治団体の方から見ていくと、あの候補者を擁立する政党政治団体はこれ合法組織でなければならない、はい、まあ、一見これ当たり前じゃないですか、で日本でも例えばあの非合法組織がですね、うん、あのテロ組織がその、まあ、あのストレートにその、まあ、立候補者を擁立するってこれはなかなか難しいわけですね、まあ、中核派候補はいるとは言っても杉並区議なので、はい、でもまあ基本的には中核派ですと言っては、まあ、出てこないわけじゃないですか、はい、別の名前名乗るわけじゃないですか、うんうん、であのでそのところがですね、この合法組織でなければならないというふうな規定をこのプーチン閣下はよく使うんですね、うん、これうまくというか、まあ、彼ら風に使ってですね、例えばさっきも言いましたけども、うん、反体制派の指導者のナバリヌイをこれ、まあ、刑務所に突っ込んじゃったと、はい、逮捕して、まあ、あの牢屋にぶち込んでですね、うん、同時に彼がそのナバリヌイがその、まあ、あの率いていた、まあ、3団体があるんですけど、まあ、一番有名なのは反汚職基金と、うん、やっぱりこの汚職の摘発というのはこれ誰もがこう否定できないわけですから、はい、この反汚職基金というのをやったんですが、これをですね過激派組織に指定しちゃうんですね。なるほど、はい、で
そのナワリヌイ派 のナワリヌイと一緒にやってたその活動家で有名なあの、ソボルという、うん、あのリュボフ・ソボルというその候補がいる政治家がいるんですけど、政治活動家がいるんですけど、はい、彼は結局それであの過激派組織の人間ということで立候補ができなくなっちゃうと、はい、でそれからあのナワリヌイなんかがあの賢い投票っていうのをこう、まあ、そういう選挙戦術として呼びかけたわけです、うん、で賢い投票ってこれ何かっていうと結局あの与党政治家のですね、まあ、もともと反汚職キャンペーンで始まってますから、はい、汚職のひどいやつを腐敗告発すると、うん、それからあの結局みんながみんなその野党候補に投票してもこれ票分散しちゃうんで、うん、有力な野党候補、うん、非与党系候補にこの投票集中させてとにかく自分たち その地盤をこう取れるところから取っていこうと。だつまり減税派で言えば、はい、あの石原博隆とか原田義明を次の選挙で確実に落とそうと、はい、進次郎は無理でも、はい、博隆や原田は絶対落とそうと、はい、繰り返します、はい、ノーモア広田から、はい、ノーモア原田、これは絶対にやろうと、うん、まあ、そういう戦略を取ったわけです、はい、ところがこの人たちがあの過激派組織にまあ指定されちゃったと、うん、で、まあ、そうするとですね、内条先生も気をつけてください、まあ、私より過激な人いますからね、ツイッターとか見てると、はいはい、で私が指定されるやつは多分ね根こそぎですよ、はい、でそのまあ過激派組織に指定されちゃうとこの選挙運動できないっていいんですけど、はい、この集会とかネットもですねダメなんです、はい、全部禁止されちゃうんです。あ、なるほど。で実質的に賢い投票これ全活動禁止されちゃうと、はい、それからですね賢い投票を呼びかけるサイトもですねこれ接続遮断されちゃうと、うん、でですねこれがねなかなかあのこれさすがそのプーチン閣下かなというのはですね、はい、あの選挙前にですねこの賢い投票が、まあ、それまでその、まあ、ネットで活動したわけじゃないですか、はい、でそこでその、まあ、賢い投票私も参加しますとかいいねとかリツイートした人たちの、はい、そういった人たちの個人情報がですね、うん、なぜか十数万件インターネットに流出すると。なるほど。で流出しちゃった後ですねあの投票1ヶ月前の8月17日におまわりさんが個別訪問して、はい、大丈夫ですか、何かお困りのことありませんか、はい、あのちょっとネットでお困りのことだったら事情を聞かせていただけないでしょうか、はい、いうそのお尋ねに来るという、うん、いうこともやったりしたわけです、はい、まあ、意味わかりますよね意味わかりますよね、はいはいはい、でですねそれからあの政党というか、まあ、過激派組織に指定しちゃうとこれでまあ選挙運動そもそもできないと。それからそれ以外 そのまあ過激派まで行かなくてもいろんなまあ地方のミニ政党とか出てくるんですけども、うん、これがですね実はあの得票率 5% 証拠というのがあって、うん、5% 達しないと比例区全国区の要は、足切りですよね、足切りをしちゃう、はい、議席配分されないです。だからなかなか新しい政党がまあ出てきにくいことになるわけです、うん、でそれからですねじゃあその過激派組織に指定されちゃったんで無所属で出りゃいいじゃないかって考えるじゃないですか、うん、ところがですね無所属は無所属でハードルが高いんですよ、うん、これはその選挙区で出るための選挙区 そのですね選挙人の1万5000人以上の署名を提出しなきゃいけないんです、うん、で署名ですから当然その名前とか住所とか電話とか全部情報を書いてリストにしてこう出すわけです、うん、はい、それをお役所に提出しますからやってくれと言わんばかりの、はい、そうするとあのおまわりさんがねまた個別訪問して、はい、何かお困りのことありませんか、はい、言ってそのいや何かあったらいつでも言ってくださいねっていう、うん、はい、あのそういうことになるわけですね。でそれからですね、その選挙に参加しなくても、独立系のメディアとかインターネットなんかが、まあ、当然その政府批判なんかやるとですね、はい、これはですね過激派組織にはなかなかそれだけではあの、うん、言論だけでは指定できない、はい、そうするとですね実はそのこれがさすがプーチン閣下、うん、別の指定の枠がありまして、はい、外国の代理人という、はいはい、お前はスパイだという、はい、レッテル貼りをするわけですね、はい、そうするとこうやって外国の代理人に指定されちゃうと、うん、当局が監視してすることが可能だと、はい、そうするとそういったネットのメディアなんかは、うん、結局スポンサーがですねそういうところと付き合ってるとやばいことになるということで引き上げちゃうと。いや、まあそうですよね、はい、で実際活動と一緒に追い込まれちゃうと、うん、いう形で反対派を抑え込むわけですね、うん、でこれがあのアメとムチのムチの部分ですけど当然アメもなきゃいけないと、うん、いうことで何をやったかっていうとこれまず一つばらまきです、うん、これ年金生活者それから子育て世代なんかに1万ルーブルこれ日本円で1万5000円ですけど、はい、これをその支給支援金を支給すると、はい、困ってるでしょ、お金あげますから投票してね、まあ、投票してねとは言わないんですけども、はい、プーチン閣下のお名前で皆さんにお金をばらまくと。それからですねやっぱりその反汚職ということで野党側といいますか反プーチン派がその勢力を伸ばしてきたということもあるんで、うん、結局汚職のひどい連中はやっぱりこれクビにしますと、はい、それからまあ逮捕すると、うん、それから評判の悪い人はまあ要職から外しちゃうと、はい、それからですね去年 その憲法改正の目玉の一つとして社会保障制度を拡充しますと、うん、いうことを言ってるわけですね。で要するにプーチン閣下のおかげで皆さん生活が良くなるんですよと、うん、で年金も物価スライド制ですよと、はい、
いうふうなことをやったりですね、それからまあ大型の開発事業を投資したりとかですね、うん、まあ、あとはその効率的な行政をやりますということを言ったりするんですが、うん、それと並行してさらにもう一つはですね、国民の不満をその外に向けさせると、うん、はい、で例えばその経済が停滞しているとこれは欧米の発展を妨害しているんだと、うん、で強権的な措置に見えるかもしれないけど、はい、これは欧米の干渉から国を守るためにしょうがないんだと、うん、で日本はねその戦犯国家でハバロスクでひどいことをやったんだと、はい、北方領土は我々の領土っていうのもその一環として言うわけです、うん、まあ、非常に北方領土に対する扱いとも強化されてますよね。そうです今ね、あのそれもだからその外敵で日本も外敵なんだと、はい、だからお前は日本のスパイなのかみたいな、はい、ことを言ってその、まあ、あの口を封じるということをやるわけですね、はい、でそこでですねそういうことまでいろいろ仕込んで仕込みで仕込みをした上で何をやったかというとそのいよいよその投票初日の17日ですけれども、はい、17日はですねこれはあの行政資源の、うん、という用語があるんですけども、うん、どういうことかというとその各地で投票所があるんですけども、ここにですね公務員の方とかですね、うん、国営企業の従業員の人たちが職場からみんな一緒に投票に行くと、うん、はい、で行列していって、あの当然そこでその与党候補にその場投票するということを集団でやるわけですね、うん、はい、それからそうは言ってもあのこれあの地方なんかだと聞くんですが、やっぱりモスクワみたいなの大都市だとなかなか難しいです、うん、で特に電子投票なんかだとあのこれはまあ非常にその難しいという規制がなかなか難しいところがあるものですから、うん、そうするとですね電子投票の結果がなかなか公表されないと、うん、で公表された途端にですね与党候補が大幅に票を伸ばしたと、うん、でもこれ票を操作したんじゃないかというのは当然疑われているわけですね、うん、であとまあ3日間やってますから、まあ、そもそも投票所で3日間で17、18、19ですけど17の夜と18の夜というのはあの施錠して入れないことになってるんですけど、うん、本当に入れてないのかとこれもよく分かんないと、うん、そういうことがまあ指摘されているわけです、はい、でただですねあのそうやってまあかなりその無茶苦茶なといいますか、まあ、プーチン閣下らしいあの選挙戦を展開されたわけですけれども、うん、あの中央選管のですねあのパンフィロワというですねパンフィロワというですねそういうまあ委員長がいるんですが、うん、この委員長が選管の委員長がですね今不正をそのまあ確認されたのが、まあ、当時のその2万5000以上の投票紙をこれを無効にしたと、はい、それは確認されたとでそれもちゃんとそのそういう不正は無効にしてますと、うん、で今回はねそれでも過去に比べれば違反はずっと少なかったんですよと、うん、だからあの清い選挙だったんですと、はい、いうことを言うわけです。で実際その選挙が終わった後にモスクワ市長 のセルゲイ・ソビャーニンという人がいて、このソビャーニンという人はどういう人かというと、うん、2005年から2008年まであのプーチン閣下のですね大統領府長官をした人ですね、うん、でまあ、はっきり言って、まあ、あの顧問ですよ、うん、でこの人がやっぱり選挙後ですねあのいやこれでその無事に選挙が終了して我々は清く誠実な勝利を祝いたいのでありますと、うん、はい、いうふうに演説すると集まった支持者がプーチンプーチンプーチン回せ回せというふうなことを言って、うん、あの選挙は無事に終わりましたという、なるほど、あのそういったあの話なわけですね。ですから、まあ、とりあえずその300議席を確保したということで、うん、一応プーチンの体制は当面安定はするということになるんですが、はい、ただまああの不満自体が解消されているのかってなかなか微妙なところもありますので、うん、今後どうなるかわからない。ただあの一応その2024年の大統領選挙に向けて少なくとも議会だとか政府だとかそのオフィシャルな部分で その、うん、あの基盤をその強化する前哨戦としてその勝ち抜くというそのプーチン その、うん、まあ、初期の目的は果たすことができたので、うん、足腰の部分は残った、ね、足腰の部分は残ったと、はいはい、いうことなんで今後もまあしばらくあの状況は続くよねというそういった話ですね、うん、はい、ということでですね、今日は内藤先生からプーチン閣下のですね、涙ぐましい努力についての解説をしていただいたということで、まあ、プーチン閣下涙ぐましいですけどね、あの本当に泣いてる人大勢いますからね、はい、あ、まあそうですね、はい、まあそんなね努力をしなくてもディープステートの頼みが一発だったのにっていうね、はい、ということだというふうに、思います。はい、本日もありがとうございました。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党のこと、官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか、政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。